やっぱ俺のカリスマ初期値になったかな、うん、あ、プーリさん、あのね、あのね、相談なのです。今はグノージアさんがいるからどの人が大丈夫なのかわからないの。そうだね。だからプーリさんのこと信じたいのです。それで一緒に頑張れたらいいなって。いい提案だなでもごめんな乙女ごめんなわあ、ありがとうだな、フーリさん。よかったら今からご飯食べませんか。今夜はお魚フェスティバルなの。ああ、イルカってどんな味するんだろうな待て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 あいつはダメだ、メインディッシュだ一番最後、うん、二度目の正直。どうした、どうした。お、イベントだ。フーリオス、フーリも夜のお散歩かな。せっかくだし一緒にブラブラしようぜ。ジョナスはやっぱり変だね。ジナに何が変なのかと聞いた。この船、何、船型でいいの。船形、船型わからん、船型かな、俺的には。船型は新しいけど内装が妙に古いから。あ、まあ旧式のなんか乗ってるしね。機能は問題ない。だけど何百年も前の船みたいな。あ、びっくりした、危ね、呼びそうになった。どうかね、私の船は駐留を楽しんでもらえているかな。ジョナスの船、グノーシャの出現でスリリングな旅になってしまったがね。ふふ旅にサプライズはつきもんだね。これはジョナスの船なのかと確認した。おやおや、言い忘れていたようだ。これは私としたことが。ならば改めて、青函航行船 DQO にようこそ。船長たるこのジョナスよりご挨拶申し上げる。へぇ、DQO。だったら、ジョナスが私たちを助けた。ルワン星系での話かな。確かに、できる限りのものを船内に収容すべく指示を出したな。ふふ。ずいぶん昔のことのようだよ。あの時はスキューちゃん大ピンチだったし、この船に逃げ込めなかったらアウトだったかなって。ん、もしかしてジョナスって命の恩人何、礼には呼ばんさ。誇りあるスペースマンとして当然の行いだよ。へえ。ふむ、そろそろ失礼するとしよう。では諸君、快適な旅を。わからない、ジョナスがどういう人か、何を考えているんだろう。何も考えてないんじゃね。ジョナスってほら頭があれっぽいし頭があれ狂ってるってこと。ド直球この終わり方か。頭が狂っているって言うのかな船長やろ、そこはさすがに。この船が DQO っていう名前なの。パート1で出たぐらいじゃないかな、多分。パート1か2ぐらいで多分ね。ドラクエアザース DQO。 会えなかったことにしよう。ちなみにグノーシアだ。しかも留守番いないじゃん。留守番なし、留守番いないけどバグがいるな。まあでも行く気はないやろ。うん、コメットシャーミン、シャーミン仲間多いね今回。コメットか、釣ってもらうか。ユリコさんか、反撃よ、すぐ分かったね。いやもうユリコの時点で警戒したノルか、同情するぐらいでいいんじゃない。注目集めちゃうみたいだしね。どうする。ああ、あー終わった、あいつお、エシーいるよね。エシーいる、バグもいる、ブスマンもいない。あ、切られた。まあレムなんかコメットじゃない。終わったくせえな。
あでもレムナに行ったわ。シャオミレムナに入れてんじゃねえよ一緒に切ろうって決めたじゃねえかユリコの反撃はそんなに効いたかね。ああ指示かな。うん、まあそうだね。乙女、乙女発言する、うん、どうしてか。うん、なんか内容違うな。そうだね、読んだ方が良かったかも。研究所に戻るだけ。もしかして関わってた社員。うん、ああ、ね、発言すればまた光ってんだ勝手すぎる。うーん、指示従っといて勝ったらシャーミンの聞けるかもしれんくね。そう、グノシア側あるんだよシャーミン。うん、シャーミンの鍵かかってる。でも別に勝手すぎるって言って消さないルートもありそうだけどな。最後まで残してそう取っておきみたいな。難しいな。なんか素直に従うよりもこっちの方が気になるんだけどな。いいんじゃない。乙女にとって何がいいことかをシャーミンが勝手に決めるべきではないと反応したお前グノーシアのくせにやけにまともなセリフ吐きやがって。そうだな、ああお前の言う通りだ。俺だって分かってんだよ。舌打ちのせよ。優しい優しいシャーミン泣きそうやめだやめ、誰にするとかやっぱあんたが決めてくれ。はっ、クールなチョイス頼むぜ。ちょっと取っておきたいね。うん、エンジニアは後々怖いのはユリコだよね。まあやっぱ反撃されるからね。うん、わお、バグか。バグ、個人的感情入ってませんいや、LINE やめろ乙女心っぽいね、こうなってくると。食いてそうだね、食いていやでもストーリー的には役割か言っとくべきなのかな。シャーミンはあんまり、まあでも名乗り出ろ出てからでいいのかな。お、うん、うん、投票しろ。投票しろか。でもそこでコメットが仮に投票で凍結したとする、うん、コメットが黒って出ます、うん、フーリーが白って出てました。そう、なんか白出しされたのがねすごいやばいんだよね味方ハードモードだなこれとりあえず周りの反応を見てからでもいいかもしれんけど。切られるちょっと会おうか。はい、適当にあるもんね。あ、まあレムのグノーシア、なんで勝手に言うなよ。適当にやるかな。さあこれがまあ白って出るような、あっちは、うん、なんか余計難しい方向にまあでもコメントだけつっておくまあコメントはいいよな、うん、なんだ茂道AC バグかな。ユリコが噛めなかったのが守られたのかバグなのか。うん、もう一回試すかだよね。でもそこで攻撃ターンを無駄に消費するかどうかっていう駆け引きになるよね。釣りやすさはなきにしもあらずって感じなんだよ。うん、わ、昔ステラとシャーミン、シャーミンか。でもシャーミンはなんかアドバイスだとしたらステラに行くべきなのかな。かもね。おあさっきのは良かったね。コメットに投票しろと言われたコメットのあの間抜け面、楽しい見物を提供してくれて感謝するよステラ。え、私そんなつもりでは。コメットがグノーシアなんて本当は思ってなかったんじゃない。
それなのに情報収集のためにコメットを犠牲にする、血も涙もないとはこのことだよね。こいつ上院だよな。そうだ。褒めてるんだけど、いかにも優しげな顔をしておいて冷徹にコメットを切り捨てたその計算高さ、大したものでは全く。違います、私ただ。だから褒めてるんだって。謙遜もすぎると嫌味だよ。あーでもそうやってあくまで善人ぶるのもうまい手なのかな。真似するつもりは全く起きないけど。だけど投票先の提案は今後真似させてもらうよ。ステラミアみたいにうまく他人を操りたいものだね。あはは。私泣きそう。おお、ロジック10でできる。これはまあまあまあ使える。うん、どこに行くかだな。くくるしかは食えんしな。ジョナスかな。まあ真のエンジニアを消すわけにもいかんのだよな。バグがね。そう。うん。ダンジョナスで。うん、こいつをどう。まあ、まあ、でもグノーシアって言わんと疑われるな。なんでじゃ。ああ。なんでじゃ。ああ。なんだこれ。この二人の連携はちょっと犯罪を感じる。それは良くない。いやー今回あんまり票集まってねえな。難しいなー今回の状況、うん。なんでこんなに守護天使にやられてんのか。意図的なものなのかな。勘ぐっちゃうよなーこういうゲームだと。今のところジョナスユリコ。バグって考えたいよな、どっちか。まあどっちかは行きたい ね。だとしたら乙女が死んだとして、しぐちが AC？防御が多いんだよな、ジョナスは。まあでもちょっとここはパッション誰だ、しぐちだ、誰だ。いやーマジか。ククルシカとラキュバ的にもってもまあククルシカはわかるけどさ、なんかストーリー進むのかな。お、ああ不能者なんかなるもんじゃねえよな。夢を見んだよ、ガキの頃の夢をさ。不能者になってから毎晩がショータイムだぜ。思い出したくな、思い出したくもねえようなことを何度も何度も考えちまうんだ。あの時ああすればよかったんじゃねえかってさ。子供の頃のことを話してほしいと言った。リアリー？お前そんなもん興味あんの？だったらそのうちだな。生き残ったら話してやるよ。その方がお互い張りができていいだろう。じゃあせいぜい生き残ろうや。頑張る。難しそうだけどな今回。乙女関係なしにシャーミンのストーリーかな？の可能性あるな。噛みたい。クルシカやべえけどいけないからな。ジョナスかユリコどっちか噛みたいんだとしたらユリコだな。うん、標的にはね。ユリコ噛んでジョナス投票。いやコメットが、うわユリコっぽいなこれ、うん、3日経って一人も噛めないってね、やばいんですよ。きついな。なぜ急に？これステラに集まりそうだな。わお。わお。いかんやつが攻撃してきた。まあやられたからにはユリコに疑い入れてもいいかなとは思うけど。反撃来そうだけど。いや。厳しいな。ステラに入れるしかないか。いやね、ここで
マジかー、まずいな。バグ誰、まあいや守護天使がいい仕事しすぎだわね。止めてやめろやあれはダメだな、これ悔しいね、見たかったな。うん、生き残ったら教えて入れよとまで言われちゃってるからね。